バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイは2人で仲良くお届けします。ゲストシノン、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうした例のあの酔っ払いの酔っ払いの喋り方をやってしまいますね。はい、まあ、その話は後で聞けるか聞けないかはさておき、もう私の頭の中は1ヶ月後のクリスマスのハッピーな気持ちでいっぱいでございます。今夜1曲目、鹿児島クリスマスマーケットの公式コンピレーションアルバムに収録してます、ギフトギフト2にね、お力添えいただいたアーティストたちによります私の曲シャイニー2020をお聴きいただきたいと思います。それではみんな受け止めてくださいね。シャイニー2020。あなたの想いを空を越えて届けよう、世界中の願いが届く。
シャイニー2020お届けしました。改めましてしーちゃんこんばんは。こんばんは。最近さテストがあったりね。はい今はソロアンサンブルコンテストでフルートの練習を頑張ってますね。はい頑張ってます。母も今一生懸命ピアノを練習してますがよろしくお願いしますシノンがさあのソロアンサンブルコンテストって子供たちのね吹奏楽してる子たちがね出場するようなコンテストなんですけれども、うん、脅してくるわけですよ。ママ伴奏者のねMVP もあるんだよとはあどうしろって言うんだよというね、うん、まあ私金賞取るからとかなら分かりますけど、ママ伴奏者もねMVP があるんだよいや言っとかないと言っとかないとね。そりゃそうだ。そうなったら母ちゃんも張り切って一緒に練習してくるかなとと思ったまあ頑張りますよ。学校もね一生懸命先生がね、うん、ご指導くださるからね私も楽しく一緒にね演奏したいと思いますけれども、まあ皆さんさ私かれこれピアノは3歳から18までは習いましたし歌も今月もうね11月29日でまた7年目、うん、ねシンガーソングライター始めて7年目を迎えるんですけれども、ピアノと歌は違うんですよ、うん、歌はなかなか緊張しなくなっていけないなって思う時もありました。とはいえね緊張するんですけどね、ないがないがピアノ緊張しかしないんだけどどうしましょう、何弾けばいいのけってなりそうでさあ練習のうちから緊張してるの。うーん、うん、あの緊張してる自分を演じてる、うん、どうしようかな本番前になった瞬間弾けない弾けないってなった逆にこっちが言いたいですよ。弾けない、あ、吹けないって、あ、吹けないママ吹けないってその時はまた泣きながら先生無理ですっていう先生が一番困りますもうこの親子かよってねですですまあね、それもまあ人生の一つのさ思い出っていうことでそういう日が来るかもしれませんけど、まあ、とにかく今月じゃなくて来月か、来月ね本番なので来月楽しみましょう。そして横はですね明日11月26日金曜日夜8時よりいつもね行っております KKB 鹿児島放送さんの公式アプリのカプリと横のオフィシャル YouTube より生配信アコースティックライブを行います。今回もピアノ北園真由美さんと一緒に仲良くイチャイチャお届けするんですけれども、今回はねもういつもね陽子の曲ばっかり聴いてね、うん、飽きたって言われないようにカバー曲のねリクエストとかも多かったので、ちょっと年末なのでねそのカバー曲をリクエスト集めてみました、うん、王道のね冬の歌ばっかりもう笑ってるね。確かに確かに。でしょでしょ、はい、で、まあ、年代的にはね私の世代かなって感じ。シノンたちのさ世代は今中学校2年生でしょ、うん、結構さダンス曲が多いじゃん。あークリスマス、そうそうそう。で私たちより先輩方って言ったらさ、うん、クリスマスソングだったら山下達郎さんとか、あ、うん、ね、はい、まあ、そういうなんていうのあまりにも王道って感じだけど、どっちかって言ったら私たちの世代かなっていう感じでしたね、まあ、大好きな桑田佳祐さんの白い恋人たちも今年もリクエストいただいてるので歌う機会いただいてますけれども、まあ、そんな感じでね陽子バージョンねお届けしたいと思いますので、ぜひ明日聞いてください。お願いします。はい、お願いしますではね、そんな中でも明日も生配信ライブで歌いたいと思ってます。でね、この曲をやっぱり口ずさむと日常生活でうちの家族が反応するわけですよ。あ、何笑ってんの。よいよいよい、あの曲でございますよ。あの曲ですね。はい、ではあの曲紹介をお願いいたします。では皆さん、今月で活動6周年迎えまして、もう7周年目に突入します。その陽子が皆さんのことを思って一番最初にお届けした曲、アンフィニッシュドストーリー、お聴きください。
まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、居場所差し伸べられる、その手を守り抜く意味。愛を紡ぎ奏でよう、その先の暖かな未来、隣で微笑むあなたの全てを太陽のような強い私でいるから。ヨーコでアンフィニッシュドストーリーお聴きいただきました。なんで家族がねあの曲って言ったら笑うかって言ったら、2番の歌詞のね受け継がれていく続いていくっていう歌詞をね、もう何かとね探して歌ってくるわけですよ。いや家族で歌ってるのが2曲あって、うんうん、キスハグのハグもそうだし、あそう、ね、キスハグの一番最初ね、はいはい、どこを切り取っても好きがいっぱいっていう歌詞をね金太郎飴の歌かって言われてね、うん、私が一生懸命歌詞を考えた曲なのにまあ家族ってそんなもんですよ。まあ以前もね笑いありいや涙ないよ涙は笑いしかないよ、うちびっくりだよ本当に。もうちょっと私のさ涙の部分をさみんなサポートしてくれればいいのに、歌詞が出てこない出てこない、歌詞の神様が来ないって言ってもがいててもみんな頑張れ頑張れみたいな。確かに、だって何度ね、もうここだけの話よ、ミュージックビデオを撮るために鹿児島県の中は広いんですよ、うん、だからねフェリーで移動して他の市に行ったりとかするんですけれども、そのフェリーの移動中とかでもうあと10分で到着するのに歌詞が完成してなのにミュージックビデオを撮らないといけないとかね、うん、あーでしたね。そうそう、そういう時も誰も力貸してくれない、うん、だって知りませんでしたいやまあまあそれはそうですけれども、まあ、そのくらいね歌詞が降りてこない時は降りてこないっていう話ですよ、うん、でまあサウンドプロデューサーの石井さんとかはこう書きたいんじゃないの、ああじゃないのってくださるわけですよパスを、うん、でもね違うわけもうそうするとごめんなさい使えないんだけどってね思いながらね、でもね甘えていやこんな感じあんな感じって言ってね、もう怒りはしませんよ私もね、ただなんかもうピリピリはしちゃう、いや出てこなくてってなんか半泣き状態あ家族なんかあのちょっとねつくねみたいな感じでねやってるわけですよ。確かにすごかったですねあの時は。そうね、まあ、ギリギリまでね、あとレコーディングの直前まで歌詞がない歌とかもちょくちょくありますよ。だからさ、まあ、いわば同じところはいっぱい練習してるのに2番の歌詞だけレコーディングで初めて歌うとかね、どんだけ崖っぷちなシンガーソングライターだと。そう、うん、そうですね、お前それでよくプロと言ってるなみたいなことはねちょいちょいあるんですけれども、意外とねそういう曲ってね CM ソングに使っていただいたりとか、うん、テーマソングにとかね、うん、なんかこう多くの方に聴いていただくきっかけになるとか、意外と神様ねそうもったいぶってるわけよそれはっって感じだからこのお仕事辞められませんね、やめずに住んでますね、うん、そうだからね人との出会いも一期一会と言いますが、もう一言一会みたいな、うん、合ってんのか、まあそういうことを言いたいわけ、もう言葉に出会った時これだってね、うんうん、なるわけですよ、うんうん、なのでね、まあ、そういう風に日常のね生活の中に大事な付箋紙を貼ってみまして、あこの気持ち、あこの言葉、このシチュエーション次の作品に生かしたいな、うん、この愛情大事だなと思って生きてるわけです。なんかちょっといいこと言ったいいこと言ったよね、言った言った人生のメモにしてくれるしーちゃんはい雑だ覚えときます。まあ、そんな感じでね私の作詞活動もねもう7年目を迎えるんですけれども、今年ねまた新曲を発表しないんですよ ね、 ですね。なので来月ね
すごく素敵な生配信ライブがございます。12月24日クリスマスイブの日でございます。鹿児島クリスマスマーケットといいまして、鹿児島中央駅で一番大きな駅のところで毎年クリスマスのイベントが行われております。そちらでね、いろんなアーティストさん出演されるんですけれども、その11月24日のクリスマスイブの5時にアミツリーというね、アミ広場に大きな、結構ね全国でね注目されてるツリーなんですけれども、そちらが点灯した瞬間ヨーコ歌い始めまして、しかもねヨーコバンドでお届けしますよ。あらららら、シノンバンド、シノンのことの方が好きなヨーコバンド、うん、ミュージシャン皆さんシノンを可愛がってくださいますからね、きっとヨーコよりシノンが好きですよ。それはもうしょうがないけど、一応ヨーコバンド、あ、シノンバンドママ今お仕事中ねなので、ヨーコバンドが一緒にお届けしてくださるんですけれども、それをね、ね、そうかっこいいよね、生配信ライブなんですけれども、 KKB 鹿児島放送さんのカプリとバニラスカイミュージックのオフィシャル YouTube の2つからね同時生配信で世界中からご覧いただけます。そしてなんと豪華、6時からはアップルジャムというね、鹿児島出身の兄弟デュオバンドが東京でね活動されているんですけれども、お兄ちゃん鹿児島で妹さんが東京なんですよね。なので東京に妹のミカちゃん帰ってきてくれて、こちらもアップルジャムバンドでございます。あ、お願いします楽しみだね、はい、もうアップルジャム私たち大好きですからね、はい、そして7時からはアーツというねスカバンド、鹿児島を代表するスカバンドの30周年今年迎えられて CD も発売されているんですけれども、アーツがアコースティックバージョンでクリスマスにぴったりな感じでねお届けしてくださります。いや楽しみということで、3時間超えの生放送配信ライブがございますよ。もうねこの音楽番組みたいにね皆さんにクリスマスイブお届けするんですけれども、もう私が一番自分の中でねクリスマスプレゼントかなと、もうワクワクドキ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 っていうかキャピキャピ若く言いたいですね。キャピ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 ハピハピしております。もうハッピーな夜間違いなしです。もちろんねアーカイブ放送で翌日のクリスマスもお楽しみいただけたりするんですけれども、できればねリアルタイムでコメントいただきたいなとコメントいただきながら一緒に盛り上がりたいなと思ってますので、ぜひチェックしてください。お願いいたします。お願いいたします。それではここで私がクリスマスをイメージして作りました、というか石井さんと作ったんですけれどもね、ゴスペル調の曲でみんなで歌いたいんだっていう願いを叶えていただいた曲でございます。横でビューティフルデイズお聴きください。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら、変わらないなら、あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなら
横でビューティフルデイズお届けしました。いいよね。私たちの新しい、そんなこと言い方しなかったよ。どうした、また酔っ払い。違います。いやいや、もうね、家族の中でね、もう爆笑な出来事が、珍事件が起きまして、とある家族がですね、酔っ払いまして酔っ払ったアイスがね、面白かったんだよね、うん、その時にその酔っ払いさんが志村けんとか加藤茶さんみたいな感じでね、大丈夫でしょちょっと待って、言いながら笑えてきた。もう、 うちのお母さんも爆笑してたよね、大丈夫でしょ、今日は酔っ払いました本当に酔っ払えているんだ、こんな言い方するんだってね。それがなんかママが言ったら本当にその酔っ払えてる感じだから上手でしょ。上手、ね、あの世の中の酔っ払ったことのある皆さん、そしてその方を解放したことのある皆さん、ドリフターズはすごいですね本当にプロフェッショナル。いつそんな人いたんだろう。いや、もう巷に溢れますよこれからね、まあ、コロナ対策バッチリした中でね、忘年会とか新年会とか行われるかと思います。もちろん私たちもね、鹿児島クリスマスマーケットの日は県外をね、行き来したりする方もいらっしゃるので、 PCR 検査やね、いろんな自分たちができることは行って、感染症対策に努めて皆さんのお越しをお待ちしているんですけれども、まあそういう中でね、酔っ払ってしまうこともあるでしょう。あるよ、酔っ払いがマスクはつけんとか言うかもしれないよ。いやいや、つけましょうと、フェイスシールドガッとはめてあげてね。そうそう、皆さんそこまでケアしてお酒は飲まないといけませんよ。ですよそしてお酒を知らないのに酔っ払いを目撃する未成年もいるでしょう。ここその時はドン引きしちゃいけません。明るく楽しくアハハと人生の肥やしにしてください。まあ、そんな感じでね、今再現してた、日々楽しく、あ、そう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 、いい、そう、いい笑い声でございます。昨日寝る前にさ、ちょっとピチってなったよね、覚えてる？昨日寝る前にさ、テレビをどっちが消すっていうのでさ、はい、なんかパソコンがついてて、そうそうそう、でその前までママが使ってたから、シノンはもうつけてないのになんかつけたみたいな言い方をずっとやるんですよ。だけど私はちゃんとあのパソコンをスリープ状態にしてたのに、またついてると思って、いやいや、でプラステレビのリモコン持ってきて消してねって言ったのについてると、つけてね、あ、そうか、テレビをつけてねって逆にね、うん、そう消えてたからっていう話を、いいねこのくだりは。だけどまあ寝る前にさ、すごいバチバチしたわけですよ、珍しく。でその時に、あ、このままじゃいけないなと、ママも怒らないのにいつもしょうもないことで怒ったし、シノもしょうもないことでプリントしたなと、このまま寝たらいけないと思って、おやすみって言ったら、可愛くシノもおやすみっていういや、うちの子可愛いなとお仕事なのに可愛いなと、まあ、そんな感じで努力して、私たちも仲良くしてますよ、うん、努力してます。そうです、努力してます。母はめっちゃ努力してます。娘はもっと努力していますということで、来週のバニラスカイも皆さんのメッセージやリクエスト募集しております。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。お願いいたします。あっという間にね、もう番組ね鹿児島弁終わっちゃう。いいんだよ、鹿児島弁が。愛してますね。そうだよ、愛してます酔っ払ってません。あれこれしばらくお酒も飲んでおりませんが、はい、酔っ払えばできます、はい、皆さんいつもありがとうございます。ボソボソ、いやいや、この家族しか伝わらないネタをいつまでラジオでするんだという話でございますけれどもね。でもさ、いいよね、こういう風にさ、笑顔があふれる時間があって、このラジオを収録する時間だけ仮面親子だとしても、みんな誤解するからやめてやめてでは皆さん、来週も皆さんと一緒に音時間イチャイチャできるの楽しみにしてます。そして来週も仮面親子が登場するかもしれませんが、ぜひよろしくお願いいたします、ではこの1週間もめちゃくちゃハッピーでいてね。せーの、バイバイハッピー。